パーチャマでございます。何かが届きました。何でございますしょうか。これは布くせえな。ということでフライヤーさんがね、なんでなのかわからんけど T シャツを送ってくれた。なんでなんだろう。こういう感じでちょっといい感じ。これほら見てどうこれ。まあ、手作りらしいんで結構作りは雑やでと言ってたけど、パーラブ&ピースウイレとフィファということで、ウイレとフィファサッカーゲーム盛り上げようとしてるチャマくん頑張れということなのかな。まあウイレユーザーもフィファユーザーも仲良くやっていこうということなのでしょうか。サイズもぴったし、ありがとうございます。これ着てやるか今日は。パーということで、結構似合ってるんじゃない。サイズぴったしやな。結構似合ってるこのラグラン T シャツ、好きですよ私ラグラン T シャツ。ラグランチャマ&パパでございます。ありがプラニーとございます。私はというとですね、まあ920ということで920ちょっと言ってたんだけど、13連勝だっけ、12、3連勝してて、次は次は15連勝やでと。もう全然言葉が出てこなくなった最近。わし死ぬんかなということで、フライパス今入札しております。ロナウドとフェリッペ更新チケットがね結構溜まってるんで、これで契約を更新して GP を節約して、そんで GP を貯めて、オークションしようと思います。どうなんでしょうね。まあ、何に入札してるかっていうのはね、ちょいちょいパーパーで今んとこ2つ、やっておりますということで、まあまあ落札できた時に皆さんにお届けしようと思いますんで、ぜひお楽しみに。マッキングが短くなる、手綺麗って言われるんだよね俺ね。こう毛が生えてないってだけなのか、形も綺麗なのかしら。マッチングが短くなるおまじない、マッチングが短くなるおまじない、草加せんべい賞味期限5年におめでとうございます。長くなったのか短くなったのか、賞味期限が10倍になったんだって。何か入れてそうなったのかな、そういう成分を。それとも奮発したってこと、今までちょっと手前で言ってたってことかな。10倍ってことは5年でしょ、6ヶ月だったってこと今まで。単純にダンスミュージックさん来ましたね。マジで6ヶ月だったってこと。昔ながらの非常食といえば乾パンやビスケットなどですが、新たに埼玉名物の草加せんべいが名乗りを上げました。改良を重ね賞味期限を通常の10倍にまで伸ばしましたということで、なんかね改良をちょっと重ねただけで10倍に伸びちゃうもんなの、わからんけども、やっていこうと思います。サンチェス、マチーディ、ブスケツ、そして、マノラスと、マノラスぐらいか、マノラスちゃんがね結構調子がいいんで、リード、まあ、ラモスは変えない方がいいね。スピード見てほら、マノラスとレベルが42と27でこれだからね、マノラスの将来有望感がすごくてズバババンっていう感じでございますね。入れていきましょう。そしてインシーニェもらった、インシーニェマジでやばいから、そしてもらった。ロナウドはね、まあ、こんぐらいの調子だったら出していこうかなと思います。相手チームは、ピエール・オバメヤンからの、ロナウド、シルバ、ルーカス、イニエスタ、これな、ラモス、どうしよう。ラモスが、正直、オバメヤンに勝ててたら、もう、マノラス、ラモスで、多分ここにワントップ当ててくるだろうから、軽減が生きるかな。で、カルファール、パパスタス、マスケラーノということで、あっちはちょっと高さに、
厳しめ。そしてチャマもね、マスケラーノ入れてます。これなんでかっていうと、まあ本当はね、ボランチか、まあ戦場では使わないかな、ボランチで使おうかと思ってたんですけども、まあブスケツの方がチャマ愛着があるんで。だったら、このね、後半勝ってる時とかに、アレクシス・サンチェルのところをマスケラーノに守備固めで入れるみたいなね。ブスケツ、マチーディ、マスケラーノの3人がギュッと中盤固めて、もうクロス以外やりようがないっていうね、状況にさせますんで。まあ、トラオレとかが来たら、もう、まあ、全く意味がないんだけども、うまくいくといいでございますな。相手チームどうだった？いた？トラオレ。いなかったらね、この、まあ、今日はちょっとマスケラーノの調子も良さそうなんで、お披露目できるかもしれません。言いましょう。集中していこう。今日なんかね、落ち着いて、調子よくできてる。お願いしますと。あ、フォーメーション変えてきたね。3トップにしてきたかな、これ。はい、よいしょ。あ、ここコスタいける、落とせ、ナイス。いや、ちょっと待って、そんなにグインいけた。ほい、あー、コスタが抜けてくれるかなと思ったら、マノラス。あれ、意外と勝てない。おっと、これはまずい。なるほどね。ゲーゲンやめよう。打ってくれ。OK、ナイス。ゲーゲンやめよう、これは。もうね、中盤省略スタイルで、多分カウンター狙いという感じなんで、ゲーゲンであそこ、フォワードに当てられちゃったら、多分ね、もう中盤すっからかんになっちゃってますんで、ゲーゲンやめて、このうちのフォーメーションで言うと、ちょっと、このね、攻守レベルを1段階下げるということで、3トップでカウンター割ときついからね。これクロスないのかな。あるか。でもロナウドいるもんな。ウェイウェイ。あれ、え、ちょっとロナウド走ってなかった。今走ってるように見えたからウェイウェイやったのに。あ、ナイス。いやね、ベイルにね、引っ張られてると思ったんだよね。ベイルに引っ張られてるだろうから、逆にロナウドみたいな。意外とオバメヘディング勝っちゃうんだよな。危ねえ。これリトリートの方が良さそうだね。オッケー、リトリートにしよう。いや、あ、オフか。ちょっとどうしよう、迷いどころ。ああいう風に繋がれたらね、うちの褒め結構苦手なんですよね。知らないと、ここは勝っていこう。ナイス。これややずれ、これも勝てないんだったら本当に、いつ活躍すんのって感じだろうね。受け取れる。ナイス。あ、チャンス、チャンス。これワイドポジショニングいらんような気してきたな。結構あそこ、ね、ベイルちゃんでしたっけ？あそこで、こう、サイドで張ってるけど、そこ疲れちゃってるから、中入ってきて動き回ってもらった方がいいな。ワイドポジショニング何ボタンやったっけな、ワイドポジショニング上ね。オッケー、上がワイドポジショニングですよと。ラインも下げようかな。ラインも下げて、3トップにしてきたから、ライン下げの、ちょっとね、密着型の、あれはできませんけども、まあ、こんな感じで。ちょっと、両サイドハーフは下げたくない。で、攻守レベルは1個上げようと。ナイス。来た来た来た。相手もカウンター弱そうなんだよな。あ、取れそう。ここ取りたいね。ナイスナイスナイス。オッケー。あー、止まっちゃうパターン。ロナウド、デマルコス、お前のスピードで。ナイス。ダメか。オッケーオッケーオッケー。はい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 。あー、くそ、縦防がないか。縦防いでくれるかなと思ったけど、縦防ぐんやったらわしは横行くでみたいな感じで。ラインが低いんで若干やりづらそうですね。ここで、あ、ここで塞ぎたいよ。この中盤やらせたくない。あ、怖く。オッケー、来た。でかいか。いやーん、これは OK。 ちょっと待って。スー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 のースー。
ワンツーでダメだったらここもスリー、ワンツーのスリーここ生かしていくと、オッケー取れる。いやーマジかー。オッケー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 。あ、早い、まずいねこれ。あ、ラッキー、オッケーオッケーオッケー。今ワンツーとかされてた方がちょっと怖かったけど、相手も焦っておるんかな。ワイドポジショニング外してティキタカとかの方がいいのかな、これある意味。カウンター弱そうだけど、それはフェイクのような気がするな。いやー中向いてマッチ ED まで出したかったけど、そうは問屋がトントントンでございました。これやばい。 OK、 なんぶつけ、あ、ここやばい。 OK、クリアして、クリアしてくれ。あ、やばい、オッケー、やられまくってるわ。ん、おー、シュートか。これちゃんと蹴った方がいいな。ブスケツのとこマッチ ED にしてもいいかもしれん。通ってくれ、ナイス、来た。出せない。オッケーオッケーオッケー。相手の攻撃来た、よいしょ。あ、ダメ。オッケー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 。もうちょっとゲージ貯めてもよかったか。結構距離あったもんね。うわ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 、これよいしょ。あー、ゲージ貯めすぎた。もうちょっと今でもキーパーさ、エニエマかなんかだよね。ちょっと待って、キーパーちょっと弱そうだから、どんどんシュート打っていっていいはず。これは自信持っていこう。デマルコース、ナイス。よし。あ、オッケー。おらー、これは？あ、取れる。あ、取れる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 。おらー、いやー、くそ。もう一回、もう一回。集中。あ、ここ。あー、欲張ったか。でもコスタあそこで持ってもちょっと何もできなそうなんだんで、罪だったと。まあ正解はなかったというパターンですかね。いや、あの2本が入ってれば、だいぶ流れ変わってたよ、これは。ブスケツ変えようかな。ちょっと、今ちょっといい流れだし。ここ来るんだよね、これね。ここ結構来るんだよね。あ、やばいやばい。ブスケツ変えよう。ブスケツ何もしてないけど今。ブスケツちょっとこねれる人にしましょう。あそこをね、あそこマッチ入りにして、マスケ。マスケが出る場所がないかな、これ。デブライネがちょっと調子があれなんで、OMF で。スーパーサビーのインシニア、オッケー。これで中央できるはずか。もう蹴っちゃってもいいかもね、こうやってドカーンっつって。でこれで多分ね、これでコスター、あ、やばい、ほら、おお、いいよいいよいいよ、来た、落とせ。え、俺触っちゃった、触っちゃったか。まあ、ちょっとぶつかっちゃったが、あのちっちゃい体でアヤトゥレボン来られたらきついもんな。デマルコス、ナイス。オーケイ。よいしょ、インシニア。いいよいいよ。ちょ、本当はね、本当はコスタに行ってほしかったけど。いいね。中央硬いね、これね。中盤が3人も。でっかいやつがいて、でこれマノラス、これ勝てないんだね。割と積みだね、これね。打たせていこう、ナイス。あ、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、これやばいよ。オッケー、勝って取りたいな。あ、ナイス。いやー、コスタ上げたかったけど、オッケー。いや、入らんか、マジか。あ、そしてオフか。打ってもよかったかな。いや、打ってもこぼれ球、コスター、オフサイドだもんね。どうしましょう。これ勝ってくれ。ナイス。いや、ここはね、防ぎたいところ。
触ってんのか OK よいしょデマーコス、so、what now? 来たコスタ来たよいしょあーラッキーあースーパー神よしコスタ OK ナイスで次はライン下げたら結構相手攻めれなくなってるかなカウンターそんなにやられなくなったけど取れるナイスここ走らせよう、ま、勝ってくれいやマスケラーノね早いんだよあこれロナウドがドンえマジであんなちっちゃい子にあんなちっちゃい子相手に勝てないロナカウンターというかキーパーと1対1作りたいんだけどオッケー、早いとこ行こう出せよっしゃ来たおらおあーヒールてまあちょっと今はもう入力キャンセルした方がよかったかなベイルあんな余裕ぶっこいてヒールはないだろオッケーよいしょ来たうんーどうしようあ違うベイルに行ってほしかったこれやばいこれまずいよ OK あーこれはクリアでいいかもちょっと待っていいねいいねインシーニェ出ろ出ろ出ろ出ないか OK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  どうしよう中央割とできてないね褒め替えてからちょっとラカゼットインシーニ取って結構パスつなぎコスタがね絶頂っていうのがいいんだよねここグリーズマンモラタマスケラーノまだわからんなていうかここ勝てないのやだねオバメねラモスの方がまだ勝てそうパパスタソリードここリードにしとくかなんかありそうだもんねマノラスこれでいいかリードの方がでかいんじゃないかよいしょ攻撃はまだ何回かやればいけるみたいなね何回かやればいけるんじゃちょっと邪魔だよねこの表示ねちょっとこの表示邪魔ね勝てるよっしゃ来たああるあるあるいやでかいなよいしょちょっとなパスがもうちょっと手前で止まってくれたら中に切り込んでもよかったんだけどあそこから切り込むのは割とネイマーメッシレベルじゃないとできまへんな苦行中の苦行ナイスファールおかしいよインシニかあマリーシャ持ってんだっけ確かこれ決めてほしくないね誰が蹴るんだろうトッティカーブさせてくんのかトッティあぶねえ読んでたわ多分枠行っても止めれてたと思うトッティのねちょっとカメラポーズが見たいところだけどてかコスターが絶頂だったらこれ絶対勝つもんねパパスタソこれ上げていってもよかったかもな取れるあよいしょ OK よかったね今のはあーサンチェスかな最後違うかインシーニかな今アシストあマチか素晴らしかったよしここやいやダメかマスケラーノを見てほしいクムフマスケラーノ出ないかもうちょっと外だったねできるだけ遠くでと思ったけどあやばいやばい中オッケーああ怖いあナイスちょっとマスケ出したいいや外行かないかオッケーマイボール一番いい形インシーニェあサンチェスやっぱいるかマスケラーノにしてセントラル。もういないよね。もう変えられないね。ここがこう、ちょっとね、どう生きてくるかをね、ぜひ見てほしいですね。クムフどこまで、あ、全然下げられねえや。こうしようか。こうだな。
これで、クロスは上げられないし、中盤も割と攻めにくくなったんではないでしょうか。マスチャー、ナイス。ああ、マスチャー、ここで持っちゃダメだよ。これやー、よし、これね、やっぱ自己狙いね、自己狙いも大事。4-0か、割と良くなってきた、割と良くなってきたよー。いいしね、これもうちょっとさ、こうなんかこう前に抜けながらトラップせずにボールを流すというのかな。このインシーニのこのドリーやばいでしょ。からのポスター落とせるんじゃない。おら、いや無理か、いいパスいかんかったね。相手がちっちゃい、キーパー誰だっけ。エニアマって攻撃的なのか守備的なのかな、まあ、分からんけど、サンチェスが良かったんだけどな。まあ、一回蹴っちゃうか。オッケー、いいとこ行った。あ、ダメか。あ、違う、マチュに行ってほしかったんだけどね。ナイス、パスズレや。ちょっと待って、オッケー。クリスティアーノ・ロナウド。マシャラーノ。ああ。トラッピーしませんでした。最後、決めたかったね、ズドン。まあ、前半2本外して、やばいなと思いですね。チャンス逃したら、やっぱちょっとね、勝機は離れていきますから。しかし、なんとか勝つことできました。これもひとえにいつも見ていただいている皆さんのおかげです。テロテロテロ、いつもありがとうございます。テロテロテロ、またね、次の試合も頑張って勝っていきたいと思います。今2連勝中かな、うん、早く950とか1000とか戻したいね。うん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー